はい、ただごめんなさい、テーマは最高のロマンチストでした、申し訳ございません。ということでこれからですね、最高のロマンチストを探せということで進めてまいりたいと思います。でまず一番最初の質問に答えていただこうと思いますが、一番甘い言葉をかけてくれそうな人は誰かということでございます。さあ皆さんは一体誰がこの4人の中で一番甘い言葉をかけてくれそうかなというふうに思われるでしょうか。志尊さんはどうですか、誰が1位になると思いますか、この後ろにいる4人の中で。あいちゃん、ウンソン、やっぱウンソンですかね。なるほどね、チェヌ、チェヌ一番最後にいる方はそうですね、まあボルシちゃん、知らないですよね、ちょっと会ったことないですね、ちらっと見たことはあるんですけどね。いや千蔵さんご自身は例えばこう甘い言葉を結構使われる方ですか。うーん、ね、はい、달콤한말、甘い言葉、甘い言葉、例えばどういう言葉ですか、甘い言葉っていうのは。아니그래서개인적으로는그아이고진짜불편하네또이스가네죄송합니다申し訳ございません。저어떻게보면이렇게제가이렇게평상시에달콤한말을자주한다기보다는그래도이렇게좀뭐부드러운말그리고좀듣기좋은말들을이렇게하다보니까그드라마촬영할때도움이많이돼요。さあ実際ねどういった言葉をかけてくれるのか後ほど聞くとしまして、結果見ていきましょうか。で4人いますから1位から4位までの結果が出ております。これはファンの皆さんからのねいろいろとこう考えも含まれているということでございますが、3位から見ていきましょう。はい、なぜなら1位と4位これ同時に開けないと全然面白みがありませんので、3位から順番に見ていきたいと思います。はい、ね、まず3位は現状ちょっと불편해서일어날게。ちょっと座りにくいので、はい、はい、すみません本当にもう椅子のせいでね、本当座りにくいですね、はい、椅子のせいで本人を立たせてしまいました、申し訳ございません。まず3位から見ていきます。じゃじゃじゃん、お、3位がチソンさんですね。これ꼴등인거예요。いやそういうわけじゃないですけれども、まあでも意外とちょっと低くてびっくりしましたが、こんなですねご意見いただきました。ファンの方ですが、あまり甘い言葉お上手ではなさそうですが、演技をしながらファンサービスをしていけば上手くなっていくと思いますって、これ何の指導でしょうか。アドバイスです。아니에요그게아니라 제가오히려그평상시에그냥좋은말들아까도말씀드렸듯이좋은말들을해서오히려드라마에도움이된다니까요。그래서감독님들이고마워해요。알아서잘해주니까。ねえ、なんかこれファンサービス、サービスが아니라는거죠、サービスが。ちょっとおかしいですよね。でもこの方ファンサービスをしていけば上手くなっていくと思いますっていう、かなりどぎつい意見がありましたので。あ、ねえ、알겠습니다。그럼일단3位또보시죠。2位先行きましょうよ。2位、2位先行きましょう。2位は、この方。お、キムスロー。でございますね。そして1位は誰だったかと言いますと、じゃじゃじゃん。ウンソンでございました。そしてもちろん4位はチョンウと、いうことになった。얘는맨날チョンマン쏘고네그리고네네그우리저기마음의표현을잘안하는애죠。네、あ、なるほど。ちなみにですね、なぜウンソンさんが選ばれたのか、ファンの皆さんのご意見は、可愛らしくて性格が良く、何より若いからということです。これ一体何が基準なんでしょうかね。これ甘いと若いはどういう関連性があるのか分かりませんけれども。그러니까요이게달콤한말하고젊은거하고연관이있나요。오히려이렇게나이가들어가면들어갈수록그달콤한말에또원숭이라고할까예그런게있어요예나를보세요예제가가끔이제그병원을가잖아요。병원을가면은그간호사들이아이게뭘이렇게뭐하면다아시죠라고해요。보통이제병원먼저가면이제체온계온도재고그리고맥박찍고하는데그리고혈압재고하는데제가다알아서합니다。드라마가무서운게저는그냥의사역을했을뿐인데제가마치의사로생활을했던것처럼그사람들이이렇게인식이되나보더라고요。제가여기서질문하나하고싶은데혹시이렇게뭐감기걸리셨다
그 뭐 어디가 아프셨다. 그래서 그 주사를 놓는 사람이 저다. 제가 주사를 놓는다. 그러면 다 맞으시겠어요? 속으로는 안 되네 뭐 이러면서 그냥 박수 주시는 것 같아요. 先ほどの拍手は本当にちょっと中途半端でしたよね。 まあ、 生理職員室になりいいけどっていう顔してましたからね、皆さんね。はい。さあ、ということで、まあ、ニューハートのウンソンさんがですね、1位となったわけなんですが、本当に甘い言葉が得意なのか、これ確認しなきゃ皆さんいけませんよね。はい。ということで、久々にウンソンさんに会いたいなと思います。皆さんの中から、お一人だけ、特別にウンソンさんからメッセージを届けていただこうと思います。皆様、これからですね、 携帯電話がこちらここにあるんですよ。こちらに携帯電話があります。この携帯電話でお一人だけ独占的にウンソンさんから甘い言葉をつぶやいていただこうと思います。